にちは、カプリショーです。今回はですね、こちらの三角形のついたくず玉を作っていきたいと思います。こちらの作品は15センチ角の折り紙6枚を使った作品です。結構大きいです。 7.5 センチ角の折り紙を使うとこんな感じになります。それでは早速作っていきます。Thank you.
上がりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネルが良かったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。